じゃあ、お願いしますよ。社長席。ゆみさん、はい、頑張ってください。ゆみさん、わかんないよ、ゆみさん、わかんないよ。これをやるのが夢だったっすよ、ね。いいじゃん。俺よりじゃん、ちょっと音楽、ちょっと静かにして。音楽響きなんだ、でもね。すごい、なんか違う、やっぱうちの仕事と全然違う。あ、違いますか。全然違う。乗り心地違うな。革がいいな。革はいいんだ、やっぱ。状態いいっすよね。なんだろうね、もう最高。よかったですね、これ。幸せ。いやー、よかったよかった。ハンドルの高さとかそんな高い？あ、でも自分でさっきやった。もうちょっとなんか低い感じする。もうちょっと前じゃないそれで。そんなもん。あとでそれで記憶させた方が。いや、やばい、マジで。夢が叶ったね。明日から一緒に通勤できる。すごいね。嬉しい。かっこいいね。この中何も臭くないもんね。本当っすね。全然匂いしない。最高なんだけど。静かな車だ。セルシオってこんな静かな車なんだ。乗り心地よくて。カズさんのはね、やっぱマフラー買ってますからね。やっぱ僕らの車って違いますからね。ちょっと違いますね。いや、暑いですか？大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫。一番暑いのは響きちゃうんじゃないですかね。暑いですよ。脱ぎたい、これ。これ、ボールのスイッチついてる。え？あ、本当だ。あれ、ボールつけたらもうそこでスイッチいらない。もしかしたらボールスイッチ、ボールついてたかもしれない、フロント。もともとね、ボールつけちゃえばいいじゃん。いや、今月つけるんですよ、前後。あ、そうですか。はい、もうなんか甘やかしのめっちゃ変な破格で、みんなおじさんたちがみんな甘やかすもんで、破格じゃいいよなんつって納車祝いじゃないですか。だからなんかアウターハンドルもメッキあるから、それは納車祝いであげますなんて言ってね。甘やかすなよなんて思って。それめっちゃいいじゃないですか。はい、でしかも純正加工なんですよ。じゃあめっちゃいいやつね、サイズも。みんな甘やかすんですよ。いいなあ、ひびきちゃん幸せ者ですよ、私は。ね。本当に。でもやっぱ普段運転してるだけあって慣れてるね、運転は。慣れてる。でも怖い。ああ。やっぱり慣れている。めっちゃスムーズだな。いや、いい車はマジ静かだもん。やばい。いいっすね。多分テレビ見れるね、これ。なんかありましたよね。はい、テレビのスイッチをコンターボンで。いやー、でも言ってましたもんね、前回さ、群馬来た時にさ、カサさんとさ、アキさんのさ、セルシオで挟んで撮りたいねなんつってね。いつか撮りたいね。早いじゃん。もう1ヶ月ぐらいでかなっちゃった。早かったですよね。1ヶ月かんとらないもんね。来ないですもんね。はい、9月の第2週に来たんだもんな、8月か9月か。で、来て、その日に社長さんがこれを見つけたんだもんね。見つけてくれてね。早かったっすよね、動きが。自分もだもん。今のじゃないもん。よかったな。しかも黒の C のインテリアセレクションに。サンルーフもあるし。そうだよ。アルカンターラに、この革。全然臭くない、車の中。なんか方向性とか置きたくない、ね。まだ置きたくないね。うん、タバコ吸わないしね。タバコバカバカ吸うんだよ。あ、そうなの？タバコ吸わないもんね。タバコやめただもんね。セルションのためにやめたんですよ、ね。やめたんすか？すごいじゃん。やめらんねえもん。ビールはやめらんないけど。ね、ああ。いや、綺麗いいな、僕。セルションってこう後ろに乗る車だな。ね、本当ですよね。そこめっちゃ快適ですよね。めちゃくちゃ快適。後ろ座っただけすごいふわふわでびっくりした。ね、後ろ柔らかいですよね。柔らかい。シートの感覚めちゃめちゃいいよ。すごい、なんか全然疲れないもん、運転して。俺も疲れないもん。ガンガン乗せてもらって。全然疲れない俺も。で、ハンドルとかもそんなにそこまで悪くねえし、これ。悪くないですね。上がちょっとほんのちょっと割れてるぐらいで。まだ全然マシっすよ。まあまあ、ゆくゆくね、気になるようじゃね、うん、ゆくゆく帰ればいいし。そうですね。
川がダメになってないしね。そう、これめっちゃ綺麗ですよ。で、走行がどれぐらいだっけ。10万キロぐらいだもんね、ほんとね。10万8000キロ。ずっと乗れるんじゃないですか。ぶっ壊れるまで。ああ、ぶっ壊れないぞ。そうなんですよね。なかなかぶっ壊れないの。致命的なエンジンがいっちゃったってのがないから、この車はすごいですよね。マジで大事にしろ。めっちゃスムーズだな、走りが。これぞセルシオだな。どうしよう。今日帰り、走行動画バンバン撮ってるからね。あー、いいね。やば。静かな車だね。響きちゃんって感じ。ねインテリアとかだとやっぱ C だもんで、ここら辺のスイッチがいっぱいついてていいっすよね。そう、そうなんですよ。ゴージャスネイビーやシートゴージャスで。ゴージャスだよね。ゴージャスなんかキャラに合ってんじゃない。ねえ、そうですね。本当に、うん、慣れてるね。で、普通最初声いかないからね。みんなおっかながってんの。片手向けんだもんね。なかなかいないよ。ダメだね、オラーとか言っちゃう。ダメだね、ダメだね。デフさんそんな一面もあるの。もうすごいですよ。全然そんなことないです。何にもチンタラしやがって。うわー、かっこいい。自分の車かっこいい。映っちゃいましたね。映っちゃって。かっこいい。映っちゃマジでかっこいい。どうする。はいよ、これ慎重に行かないと。もうバーって鳴らしていくで。バーッとね。だって昔これが出たばっかの頃、サンマルの飛行機なんてもっと途中系の人か社長かしか乗ってないんだから。本当ですよね。本物か社長かだよ。いいじゃん。まあ、綺麗にしてくれたんだけどね。本当っすね。これめっちゃ綺麗だよ。本当綺麗。内装綺麗だもん。うん、いいラアルカンターラ、いいでしょ。ユーゴのホイール履いて。メッキのユーゴのホイールは止めてあるとこ知ってるからさ。おお、あのシルバーの千番だっけ。そうそうそう。俺の、俺置いてるよね。俺のじゃないですか。え、でも私これはこれで好きだから。いいよね。いいですよ、いいですよ。なんか当分これでいいやと思う。うん、わかるわかる。いずれだね。で、今なんかヤフオクとかで出てるけど14万とかさ、めっちゃ高いよね。なんか綺麗だけど、今14万とかだけど、昔なんて普通に15万で出てた。本当っすよね。本当ですよ。何この金額とか。そう、高くなっちゃった。本当っすよね。みんな高いやね、セレシオの部品の。いや、嬉しいな。本当に嬉しい。放心状態になっちゃうしすぎて。うん、今日どうする？ワオ行くって言ったら、もう行くってね。明日仕事だけど大丈夫なの？大丈夫。全然余裕だもん。全然。寝なくても余裕だもん。覚醒しちゃった。一週間ぐらい寝なくてもいけそうなんで。後ろ広いな、本当に。本当広いですよね。で、あのすごい傷もね、変えてくれたからよかったね。変えちゃったってだもんね。一番気になってたから。ね、言ってたもんね。なんかね、思いっきりなんか物のっけで引っ掛けた感じの傷だったんだよね。上の方にあったんだよね。上の方にガーっていうね。それは気になるよね。それも変えてくれるって言ってね。ウッドもね、結構いい色してるんだよね。みんな違うんですよね、このウッドの質感っていうか、はい、模様も柄も違うから。そうそうそう。うわー、ちょっとこれはやばいね。ちょっと本性出ちゃって。キャラがそう、だんだん本性少し分かってきました。響きゃん、響きゃん、いやっべー、これやんないと。これ響きゃんですね。言ってましたよ。ついに今日出るのかなと。あれどういう流れでそういう話か。川さんが自分で言ってたじゃん、私響きゃんですって言ってないじゃん。忘れ、酒飲んでたから忘れてるだよ。もともとサッカーチームもさ、キビキャンってやってたからみたいな
俺さ、今もうアキさんとこんな仲いいからあれだけどさ、最初カーチューンでアキさんが滅ばしてくれた時にめっちゃ嬉しかった。マジっすか。はい、アキさんが滅ばしてくれたと思って。そう、私もだってインスタで2回ぐらいインスタ変えてフォローしてるけど、2回ともフォロー返してくれて嬉しかった。まだこの仲いく前にアキさんからいいねが届くとめちゃ嬉しいけど、ね、そう、めっちゃ嬉しいだよね。もうアキさんがいいねしてくれたの嬉しい。いやでもカズさんもいつもね、ありがとうございます。いやいやいや、群馬はもう楽しく楽しんで距離かけないけど、ああ嬉しいですよね、本当。やばねー、テレビも多分見れると思うよ。か、地デジがなんとかって書いてあったから。ああいいっすね。まあいろいろね調べて。中のついて。うん。日々キャンいろいろ調べてあれですよ。うん、運転が慣れてるからいいよな。本当だよね。普通だって今頃おっかりにくる片手運転なんかしないで。手汗っすよね。本当よ、本当。ドキドキしちゃうもん。一番最初セルション乗った時なんて本当に。いや本当っすよ。左大丈夫なんて。本当っすよね。でかいからね。いやパパの乗った時は初めてブーチマジで本当に緊張した。そうだよね。自分のじゃないし。念願22歳にして、来年ぐらい変えたらよかったねなんて言って。変えるかななんて言ってたのに、ね。ねえ。すごいな、日々キャンセルション乗るっていうのもね。念願夢だったなって、ね。そう。これ納車になったからね、これでもうキャラ解禁で。じゃあいやもうキャラ解禁、世の中の男どももね、そうです、パパーンっつってボケもやろう、本庁出ちゃう。いやありがとうございました。ありがとうございました。いや最高に楽しかった。いや楽しみだなと思いますね。いやいやでも本当静か、変な顔しないし、どうだった？なるです。うちにあるんで。もう走ってますせな。前で走って。キャラ解禁ですね今日。どっけこの野郎。まあ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 、アクセント二人で。そうまあまあまあ、ちょっと抑えて抑えてっつって。すぐ降りてこと。パパパパなんつって。あれこついたらまずいから。そう。これもともとコーナーポールついてたかもしれないですね。コーナーポールのスイッチついてるんですよ、純正の。あ、そうですね、ついてました、ね、ラッキーだね、あれもコネクタつながってるから、まあ、あのボタンがなかなかないんです。あれ、ちょっとっまあ、配線はどうにでも加工できるんで、このスイッチが大変です。一号文字と同じなんで。そうだ、あれコネクタで、そこまで来てるんで、コネクタ刺さっただけなんですよね。で、運転席側の、前か、フロントは、もう下タンクのところにもうコネクタ来てるんで、刺せば終わりなんです。すげえ、俺この辺がゴールデンブレーの好き。なんかちょっと金プラじゃないですね。キンキンしてない。綺麗なこのヌードのこれで歩き傷もないですね。綺麗ですよね。だいたいすげえあるんだけどな。最初についてたのはダメでした。あ、やっぱそうなんですか。あ、変えてくれたんですか。あ、そうです、言ってたんですよ。なんかもしかしたら変えてくれてるっぽいなんて言って、めっきりするとは聞いてたっすけど、ね、最初編だとやるんで、まあ、なんかもうこれでいいかななんて言ってる。多分これでこれで変えてくれたってやっぱそうなんですか。結構ひどい。あ、そうなんですか。元の方がひどかったみたいですね。へえ、うん、まあ、変えてくれたんですね。だからね、もうびっくりした。そんなの分かるなと思った。逆にもうチェックしてるんですよ、やっぱ。ここは本当だ。あ、こんなんだったの最初。これだけだなと思ってて。いや、よかったじゃん。たまたまあったんで、タイヤだけ引っぺがして、タイヤは今のフリーに使う方が山があったんで、うん、タイヤはこっち行かして。いや、よかったね。これだったらちょっと悲しかったら。これ嫌ですよね。もうだって錆びてある、あれだもん。コンビニ行って、タイヤだけ、ホイールだけだなと思って。ああ、はいはいはい。これ錆びてる。みんな、あ、すごいですよね。いい、すごいですよね。みんななっちゃう。綺麗にしててもこんなになっちゃう。ちゃんとやっぱね、多分塩化リとかね、ああいう、ああ、キクニとかのああいうのだと結構。これじゃ嫌ですよね。これだけの捨てるだけの。そう。ね、これはいいよ、よかったじゃん。よかったな、今の超綺麗だって。すごい綺麗だもんだって。やるもんだよ。これぐらい買ってくるよ、じゃあ俺に。カサさんの。普段乗りね。これいい
よ。俺響き迎えたら最高だぜ。これはいいよ、選手。やっぱいいですよね、風格があってね。やっぱりザ日本って感じの。あれも売れちゃったもんね、熊島に。そう。マシスタってサンバースターですね、シフト周りとか。そうです、色が違うんですよ。全部純正ですよね。純正ですよ。ほら、全部サンバースター。ウッドはこれなんですよね。だから。サンバースター。周りにちょっと黒いな。そうなんです、マジだけですね。フォーマシスタホイール変えてパーッと下げてめちゃかっこいいですよね。もうそれだけで、これだけで。私の車もあるね。まあドマート高いね、これ。金に困ったらこれ売ればいいよ。売れるね、これだけで。これ今多分1万万ぐらい。かっこいい。うん、チルト肌もね、チルト肌もね。小雨ぐらいで私はもうすぐチルト。俺が夢なんだ。でも2はもうちょっとそ初めて乗るのそれじゃねえなって一回閉めたんで、ね。そう、最初儀式がね、最初儀式が響きの儀式くん、そう、響き感開始っつうんで、今日天気良くて、明日明後日雨だから仕事でしょ、明日明後日無理じゃん。それがちょっと小雨で開けて信号待ちでバッサッやっちまった目が覚めてちょうどいいかもしれないね。ね、本当っすよね。いや、いいよ、写真が来て、ああ、綺麗、すげえ綺麗。ああ、これが山で、ヒビキャンです。やっちゃうんすか、ドレキンかな。じゃあ元旦はそれですね、もう群馬まで。俺も次買うときはこれだから。おお、またセリフだけど。